今日は高気圧に覆われよく晴れたことで暖かい一日となり、県内9地点で今年の最高気温を観測しました。今日の県内は季節外れの暖かい空気が流れ込んで朝から気温が上がり、浜松市天竜区佐久間で 26.9 度、川根本町で 26.3 度、浜松市天竜区天竜で 26.1 度など3地点で25度を超える夏日となりました。最高気温は19ある県内の観測地点のうち9地点で今年に入って最も高くなり、そのうち 24.9 度を観測した浜松市中区の公園では噴水の水しぶきを浴びる親子や T シャツ姿で歩く人も多く見られました。もう一気に夏服になりました。明日も県内は高気圧に覆われ気温は高くなる見込みです。